はいこんにちは今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただきますご質問はユーチューバーの少年革命家ユタボンが小学校の卒業証書を破り捨てたり中学校も行かない宣言をしていましたが三木谷先生はどう思いますか三木谷先生の意見を聞かせてくださいというご質問ですまあユタボンですよねユタボンね僕もね結構好きで前からね動画をね見てるんですけれどでユタボンが あの不登校で中学校も行かないっていうことはどう思いますかっていうご質問なんですけど、まあ、それに関しての僕の意見はわわかからないです、ねま、だからなないいでですすねねまだっていうのはまだユタボンって中学1年生になったばっかじゃないですかで今不登校なんだけど、まあ、それなりに YouTuber として活躍してるわけですよね。 まあ、それなりにね。彼なりにね。頑張ってると思うんですよ。動画僕よく見てるから知ってるんだけれど、まあ、これに関してはその裏で親が操ってて収益化してるから、これ問題なんじゃないの？っていう様々な意見があるんですけれどまあ。それなりに今ね。ゆたぼんに関しては結構頑張ってると思うんですよね。うんなので、今後ユタボンが大人になった時ですよね。大人になって、それなりに社会人として真っ当に生きていたらまあ。 ユタボン不登校でユーチューバーやっててこれはこれで良かったんじゃないのっていうことになるしでだけどユタボンが大人になってねまともじゃないあの社会のね厄介者のような人間になってたらやっぱりユタボン学校行かせなかったの問題だったよね親の教育悪かったよねってひどかったよねって話になるわけであってこれね正直ねまだ分からないですね。というのは世の中にその不登校の子供っていっぱいいるわけであってで その不登校であったからといって将来まともな人間になれないかっていうとね必ずしもそうじゃなくて不登校だったんだけどまあそれなりに社会に出てね活躍してるっていうのはその学校行かなくてもそれなりにその学校行かない間家とか外でそれなりの活動をしててまあ例えばそのホームスクーリングとかでね勉強ちゃんとしてたとかあと人間関係を築くためにね学校では人と接しなかったけどそれ以外の あのグループあの塾塾とかわかんないですけどそのサークル活動とかで人と接してたから別に人と接することもできるコミュニケーション能力もついてますよっていうんだったら僕はない,とい,けないとは思わないんですよね、まあ、僕は普通に学校行ってたし学校行っててよかったって思う,思うんですけれどそれなりに得るものがあったからだけどねやっぱりね世の中にはねそのどうしても学校行きたくないっていうねそ,のそ,それなりの事情がある人っているんですよ。その 生まれつきの,あの精神状態とかいろんなことによってですねその人間関係をうまく築けなかったりとかもう本当に辛いいじめにあって学校行けないっていうねなんか事情がある人っているんですよね。でそれを無理やり学校に行かせるともううつ病になっちゃって自殺するっていうこともあるんでまあそれぐらいだったら学校行かせないで,でそれなりのことを家とか学校以外の場所で学んでまっとうな人間になるんだったら別にそれはそれでいいんじゃないのって僕は 個人的にはそう思いますこれに関しては、ね、いろんな意見があると思うんですけどでじゃあまともなじゃない大人ってどういう大人なのって話すると、まあ、それはねやっぱり反社会的勢力になるとかね半グレとか暴力団になるぐらいだったらちゃんと学校行かせないとダメだよって話になるしあと犯罪者になる泥棒するとか殺人を犯して刑務所に入れられるとかね本当にそういう社会の厄介者になるぐらいだったらあるいは全くその。 あの社会人として活動できなくて結局その引きこもりになってあの誰かのすねをかじって生きていくだけの人,人生になるんだったら。 本当はその働く能力があるんだけど結局学校行かなくっていろんなことが身につかなかったことによって社会の厄介者になるぐらいだったら学校行かせないといけなかったよねって話になるんですけれど、まあ、それは、ね、ユタボンが大人になななっていいとわからないんですよでひょっとしたらユタボンはその学校行かなかったんだけど今家でねそれなりに勉強してるって本人言ってるし本も読んでるって言ってるしで学 こう行ってあのクラスのみんなとあの人間関係を築くってことはできないけど、まあ、それなりにね活動はしてるわけであっていろんな YouTuber とコラボとかしてるんですけど、まあ、それに関しても賛否両論があるんで後で話すんですけれど、まあ、それなりにいろんな人と接してはいるんですよね。まあ、大人とと接することが多いんで 同学年の子どもたちと接するっていう機会はやっぱり普通の小学生に比べると少なくなってるとは思うんですけどでもあの普通の小学生が体験できないことを体験してるんでそれを将来大人になった時に生かしてものすごい大きな成果を出すっていうこともできるかもわからないですよね。例えばその実業家になるるとかあるいはその ユーチューバーとしてもっとね上り詰めるとか、まあ、ユタボン大人になった時にねユーチューブが存在してるか今と同じぐらい,同じぐらいの、ね、大きさのプラットフォームかどうか分かんないんですけれどあとタレントになるかとかねそれだって分かんないわけですから、まあ、まだね何とも言えないですよユタ,ユタボンに関して学校行かないのがいいか悪いのかはね。はい、でですねその本来ですね 普通の社会人を育てるための教育をしてるんですよね、まあ、国語算数理科社会とかある道徳とか人間関係のことを教えたりとかねまあ、嘘ついちゃダメだよって悪いことしちゃ駄目だよ泥棒しちゃダメだよっていうね、まあ、そういう社会のルールを教えたりするところなんですよね。なのでその普通の社会人になるんだったらまあ行かないといけないっていうかまあ行った方がいいですよねって話なんですけれど。 まあそれでもいけない事情がある人は行かないっていう選択肢もあってその分家でね他のことをあのちゃんとね勉強するとかね学ぶってことは大事なんですけれどあの例えばねその特殊な能力を持ってる人生まれつき特殊な能力を持ってる人とかに関して言えばあのむしろ学校行かないで学校行くその時間と授業を受けるその労力を別のことに費やした方が 結果的にああの成功すするるってこともあり得るわけですよね例えばその作家になるとかねその漫画家になるとかあと音楽とかそれ以外のねアーティストになるとか絵描きになるとかですね何か特殊な能力持ってるんだったらあのそっちの道を生かすためにですね学校行かない選択肢っていうのもなくはないんですよ。あとそのエジソンみたいなね偉大な発明家になるんだったら学校行かない。 っていうののもね選択肢の一つまあエイジソンが学校行かなかったのかなあれはまたいろんなねいろんな事情があってあのそれなりにエイジソンは家で勉強してたんですけれどまあ海外はまた別の事情でね学校行かせないっていうあの人たちが多いんですけれどなのでそういうね 特殊な能力を持っている人とか天才って言われてる人って、むしろその普通の学校行って、普通の義務教育を受けることの方が、むしろ苦痛だったりってすることあるんですよ。すごく馬鹿らしく感じたりとかするってことがあるので、もしユタボンがもう特殊能力を持っていって天才で将来、その特殊能力を生かしてものすごくね。大きな業績を残すんだったら、まあ学校行かないのもありかなっていうのはあります。まあ、そういう意見もあるわけです。僕僕が僕の意見ですけどね。はいで。 まああとねユタボンってめちゃくちゃ叩かれてるんですけれどやっぱり、ね、叩かれてる原因ねあの不登校を結構正当化しすぎっていうところあるんですよねこれ僕も持ってるんですけどその「ですよねでユタボンはひょっとしたらそれなりの理由があってあの不登校だ」っていうのかもわかんないんだけれどでも その世の中でいろんな不登校の子いるんだけれど中にはただ単にその勉強したくないサボりたいっていう理由だけで不登校の方に流されちゃうっていう子もいるわけですよ。特にユタボンなんかが影響力のある子があの不登校を正当化しちゃうとですね別に人間関係も問題ないし学校行くことできるのに。 ただ単にサボりたいからっていう理由で不登校になってで結果的にね学校行かなくて家でねゲームやってるだけの,にあの子供とか増やしちゃうかもわからないですよね。で学校行かないで家でも勉強しないでただ家で遊んだりゲームしてるだけだったらそれこそ大人になって社会に出た時本当に駄目な人間になってしまって。 社会の厄介者になってしまって犯罪者になったりとか反社会的勢力になったりとかねそういうことも起こりうるんであんまり不登校を正当化しすぎない方がいいと思います。不登校になるね本当にあの事情を持ってる人に関しては支持してあげるべきなんだけど学校,な学校行きたくなきゃ行かなくていいってねあんまり強く言うのもよくないかなとは思いますね。はい、っていうのはそのやっぱりその10代の子って。 体制に対して反抗するのがかっこいいって思っちゃうことってよくあるんですよね僕なんかもそうなんですけど僕なんか本当にもうビーバップハイススクールとか大好きだったしその僕らの頃流行ったのは尾崎豊さんですよね尾崎豊さんなんかまさにそのユタボンみたいに体制に対して反抗するとまあ、それがまたかっこいいと例えばそのバイクを盗むとか 学校の校舎をガラスを割りまくるとかねあのそうやって犯罪じゃないですかそのなんですか窃盗を犯してるわけだし器物損壊をしてるわけなので絶対やっちゃいけないことなんだけどなんかそれがかっこいいみたいに演出してでそれを真似するあの人って必ず一定数いるんですよね僕そこまではやんなかったんだけどビーバップとか見てかっこいいなってちょっと思っちゃった時期だってあるわけですよ中学生ぐらいの時に。なのでね あんまり、ね、その社会に対してね体制に対して反抗してそれがかっこいいみたいに演出するとね悪い方向に行っちゃう子供もいるんで、うん、それはちょっと心配なんですけどね。は,い、ゆたぼんはちょっと分かんないですけれど、うんでまあ、あとね「まあ、ゆたぼん」以外にも世の中には不登校の子供ってね、まあ、結構いっぱいいるわけですよね。で「ユタぼん」はね不登校の子供の中では結構頑張ってるんですよ。 ユーチューバーとしても頑張ってるし顔出しもしてるし、うん、結構アンチとかいっぱいいて叩かれちゃってかわいそうだなって思うぐらいですしまああのいろんなねユーチューバーとかとねコラボしてせ接触したりとかね、まあ、それなりに頑張ってるんですけどでもその世の中の不登校の子ってやっぱりさっきも言ったように結局 学校行かなくて家に引きこもってゲームやってるだけの子遊んでるだけの子って多いんですよねそれは中にはね学校で勉強できない分その分家で勉強してって親もそれでちゃんと勉強させてでちゃんと社会人になれるようにっていう線路を作ってあげてる親もいると思うんですけど。 やっぱりその学校行かないとねサボっちゃって勉強もしなくて遊んじゃってるだけの子っていうのもいるわけですよ。やっぱり学校に行った方がですね同級生がたくさんいるんで同級生って、まあ、結局みんなライバルみたいなもんであってその同級生がみんなね嫌な勉強をやってるとあ自分もやんないといけないなって思ってそれに影響されて勉強するっていうことがあるんででも学校行かないと同級生がね勉強してる姿見ないから。 家で一人でいるとやっぱり楽な方楽な方にいっちゃうんであのサボっちゃう子が多いんですよみんながみんなそうじゃなくてね家で頑張ってる子もたくさんいると思うんですけどねだけどまあそれ考えるとユダボンってね不登校だけどそれなりに頑張ってて活動してるからまあそれもね親が裏で操って金儲けのためにやってるんだろうって意見多いんですけどそれもあるとは思うんですけれど多分ユダボンって。 それなりに収益上げてると思うんですよねチャンネル登録がね13万6千人いてだいたい週に3本ぐらい投稿しているんですかねでそれなりの再生回数上げてるんで僕の計算だとね月に100万円から200万円ぐらいのね収益あると思うんですよ、まあ、そのバズるかバズらないかの月にもよりますんで大体、ね、だいたいね言うたもんね過激なことやるとバズって再生回数がガーンと上がるんですよ 卒業を破ってみたとか,なんか過激なことをやるとアンチでバーンとバズってお金稼いで,で普通のことをやるとねそんなに再生回数伸びなかかったりとすするんででよねで過激なことをやるともう低評価がバーンと増えてアンチコメントが増えるからそういう時は低評価高評価を外したりとかコメントも無効にしたりとかするんで。 最近は特に過激なことやった時がすごいバズって過激なことやった月は収益200万ぐらいいってるんじゃないかなと思いますけどねちょっと僕の計算なんで分かんないですけどね。あとはまあそういう感じでそのユカボンって結構その匿名でねコメント欄とかでものすごい批判されてるんですよね。なのでまあ小学生とかその少年期にこれだけいろんな大人からね匿名で 避難されると将来大人になった時にこれがトラウマになって精神状態でど,どうなのかなっていうのも思うんですけどまあ、それもね本当に人によよると思うんですよやっぱりメンタルの強さって個人差があるし生まれつきの強さ弱さっていうのもあると思うからでもそれ考えるとユタボンってめちゃくちゃメンタル強いなとは思いますけどまあ、これが大人になった時にこの,あのアンチと戦ったことがあのプラスになって。 でその経験を生かして活躍できるか、い逆に卑屈な人間になってしまうか、まあこれもわからないですね。ただまあかなり過激なあの幼少期を送ってるなあとは思いますけど、これ本当まだわかんないですよね。うんということなんですけど、あとまあ最後に僕がね今一番ユタボンで心配しているのはその今はそうまだ中学一年生になったばっかりじゃないですか。今までずっと小学生で。 子供じゃないですかで義務教育を受けてる立場いや義務教育に行ってない、まあ、体制に反抗してる子供っていう状態だから、まあ、それなりに支持してくれる人もいるし人気もあるし、まあ、YouTuber とかも寄ってきてくれてコラボできてるんだけれどでもあとと年経つと中学校卒業しちゃうんですよねで今,まあ今の路線でいくと当然高校には進学しないと思うんですよね。 これで高校進学したらおかしいですもんね。となると、もう義務教育を受ける年齢ではなくなっちゃうんですよ。なので、15歳16歳で中,中学卒業したっていう立場になると、もうその体制に反抗するっていうことができないんですよ。今までは義務教育を受ける立場なのに、その学校に行かないっていう体制に反抗してたって。少年革命かかっこいいっていうね。 そういうい感じで指示してくれた人いるんだけどもうさ中学校終わっちゃうとさもうあの反抗する相手がいなくなっちゃうんですよね。ってなると何人に対して戦えばいいのかってことになるしあともう中学卒業して15歳16歳になっちゃえばもう当然声変わりもしてるし体のサイズだってもう大人のサイズと変わんないしひげも,も生えてくるし。 もう見た目がですねその普通のその兄ちゃんになっちゃうんですよ高校生ぐらいの兄ちゃんになっちゃうんですよ高校行かないけどとなるとで不登校不登校っていう冠も外れちゃうでしょもう義務教育終わっちゃうわけだからとなるとのただの痛い兄ちゃんになっちゃうんじゃないかなって思うんですよ分かんないですけどねなのでユタボンが今の路線でそのままあと三年経つと ただのいたい兄ちちゃゃんって思われちゃう可能性が高いですよね。反抗する相手がいないわけですから、うん、なのであと3年間あるんでその間にね何か特殊な能力を身につけておいた方がいいと思いますよね。ものすごいしゃべりがうまいとかものすごい面白い話するとかひろゆきさんみたいに何でも論破しちゃうとかあるいはそのエジソンみたいにね何かもう研究者として。 なんか偉大な発明するとか、まあ、発明するのそんな若い時にはできないと思うんですけどあとはその身体能力を身につけてねそのプロスポーツ選手として活躍するとか、まあ、例えばその朝倉未来さんってあのユザボンとコラボしてるんだけれど朝倉海さんとか朝倉未来さんとか朝倉海さんってやっぱり特殊能力を持ってるじゃないですか。格闘家として一流なので今これだけ 活躍でできてるわけですよねあとその DJ 社長なんかも「歌本」のことすごい褒めてるけど DJ 社長だって特殊な能力を持ってるから今活躍できてるわけなのでだから朝倉さんとか DJ 社長ぐらいの特殊能力を身につけていれば中学を卒業しても活躍できるし指示も受けられるけどこののままの路線だっったらちょっと厳しいなっていいなうのは思いますね、うん、だから今までそのコラボしてる ユーチューバーとかあの大人の人山本太郎さんとかも共演してんのかな、うん、ねえ鴨頭さんとかスーパークレイジーくんとかジョーブログさんとか立花隆さんとか茂木健一郎さんとかも寄ってきてくれてみんなからチヤホヤされてるけどこれってまだ子どもでその義務教育の立場でそれに対戦 反抗ししてる珍しい子供だってかっこいいいい面白いねっていうことで寄ってきてくれるんだけどこれもう中学校卒業しちゃうとみんな寄ってきてくれないと思うのでその時がユタボンの本当の勝負だと思いますね。はいということでございますんでまあ僕個人的にはねユタボンね好きなんでこれからもあの陰ながら応援させていただこうと思いますんで分かんないですけどね今後どうなるか。はいということでございましたこれが僕の意見です。 ご視聴ありがとうございました。